高木です。今日来たい店があるんだよ。あるんだよ、あるんだよ。いやマジでちょっと焼肉の動画増えたよな。増えたね。最近屋台とかも行ってるやんか。行ってんな。あとは立ち食い寿司とかもこの前行ったし。そんな中新しく行きたい立ち食いの店があるんよ。屋台とかあと一人焼肉とか行ってるけどさ、立ち食いってなくない？あんまり、うん、もうこの星さんあんま見かけることもないしな。だから前立ち食い寿司行った時なんかすごい昭和の雰囲気漂ってたもんな。確かにな。というので本日行きたいのが西成の一人焼肉の立ち食い焼肉。これ新しすぎ、すごい治安が悪いと言われている場所で一人焼肉の店があって、そこしかもそこが立ち食いっていう一人専用の なんて言ったらいいな、こうコンロみたいななんかあるやん。あのあれ一人一体ちゃんとあるらしいよね。やっぱ思うのが一人焼肉の店じゃないですか。それ今から行くんだけど、兄と一緒に行くんだけど、さっき撮影する前にポロッとさ、俺今日から絶食3日間すんねんとか、ちょっと待ってな、 YouTuber である自分より過酷な企画してるよ。えマジですね。やるべきかな。企画として、まあ、そんな絶食している方の横でね。本日は、まあ、そちらの一人焼肉、そして一人立ち食いの品の焼肉屋さんに行ってみたいと思います。では早速やっていきましょう。高木翔、それでは向かって行きましょう。いやでもなんか最近さ、すげえ BGM ってマジで重要やなっていうのを思って、まあ改めてね、前から思っててんけど、はいはいはい、西成行った時とか、まあこうイメージに合わせて、まあみんな怖いイメージあるからさ、ちょっとこうそっち系の BGM 流すこと多いやんか。でん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 とかさ、あれ流したらほんまにとんでもない街に見えるよなっていう。今回着いた時めっちゃ明るい BGM 流そうや。あーなるほどね。うん、すっごいハッピーな BGM 流すから、ちょっとそれで本当にイメージ変わるっていうのみんなちょっと実感して。ちなみに今何流れてんの？今はもうあれやろ、デン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 、ちょっと怖いイメージ。はい、というわけで西田に着いたよ。左手にはおまわりさんもいるね。おっと、信号が赤だから止まろうか。西田に着きました。人が多いね。まあ、あと500メートルぐらいかな、焼肉の店まで。この信号を渡ればこっちからもうあれですね、アイリン地区とかの方ですね。はい、というわけですぐ近くまでやってきました。ということで歩いていこう。いや本当にあるよね、パトカーとかすごい多いな。なあ、さっきからずっと鳴ってんもん。こんな辺ももう慣れ親しんだ場所やな。なあ、こっち行ったらね、あのモーニング西成行ったとこ、この道で。本日行きたいのがこちらの一人焼き肉、ひとりさんでございます。つやかで工藤どうやってビジューム変えてみたい。めっちゃハッピー。全然雰囲気変わるやろ。ワクワクしたわ。まあ立ち飲みでもあるんやね。鶏焼肉がメイン。この提灯がいい感じですね。ドラマのワンシーンみたいな感じでサラリーマンが入っていったな。じゃあ僕も早速こちらに入っていただいていきたいと思います。はい、というわけで店に着いたんですけど、見て、まあ、立ってる、まあ、種類があって、これが大きさで3種類あるんだよね。並250円、中430円、大600円、うん、あ、おすすめって何ですか？これがおすすめは、今回の人間よりは菓子は若鶏です。菓子は若鶏です。菓子は若鶏です。はい、いいです。あ、これってハラミも全部鶏なんですか？全部これ専門店なんや。あ、じゃあちょっと試してみたいか。じゃあ柏とヒネ、じゃあちょっとハラミもお願いします。お兄さん、ちなみにこのウインナーも鶏のウインナーですか？いや、違います。いや、それ豚や。鶏のハラミってあんま聞いたことないかも。あんま聞かんな。豚のハラミは一回食ったことあるんよね。牛角かなんかの食べ放題、一番安い食べ放題やったんよ。牛角って結構高めのイメージある。3000円ぐらいするやん。そうやな、イメージはそれぐらい。じゃなくて1980円の食べ放題やったら、蓋開けたら豚のコースってやってる。ハラミって書いてくるけど豚のハラミやったっていうね。なるほどね。これがまず柏、若鶏です。もも肉と胸肉ね。あー、はい。こいつがひね鶏、親鶏ね。で、これが鶏のハラミ、ひねです。ひねって何の部位になるんですか？ひねは親鶏のことをひねって言います。成長して卵を産んだ後、なるほど。部位的にはもも肉だね。もも肉、分かりました。ありがとうございます。なるほどね。じゃあ親鶏の方が歯ごたえがあるんや。そういうことやね。で、結局豚のハラミはどうやったの？豚のハラミ、うん、あー、牛角やのにな。牛角だから牛の方が良かったのにな。微妙やったってことやね。まあ合わんかったな。毎日そうですね。そうですね。お父さんもやろうと思わないですか？まあでも始められたらお父さんもライバルになるから。確かにそうやな。
その高倉健みたいな。これがひねやね。ひねって聞いたことある？いやー食べたことないな。ないよな。ある？ない。ないんか。えだって鶏ももに結構近いって言ってはったもんな。そうやな。大人になったら鶏ももみたいな感じや。え、だから逆に言うたらさ、基本的にじゃあ子供やったんって話やな。だから子供のやつがじゃあ ひなってことか。そういうことやな。で、あの味付けとしては基本的にこう漬けだれないよ。これに漬けてやって、でさらに焼いた後に追い漬けだれ。まあちょっと花見で思ってんけどさ、昭和が言うたら基本歌ってるやん。そうやな。なんかこういう楽器やりたいからさ。ちょ待った、ごめん。ハラミでどうつながったの？ちょ、どういうこと？ハラミちゃんがおるやん。どういうこと？ハラミちゃん。何ハラミちゃん？ハラミちゃん知らんの？知らん。あのピアノ弾く YouTuber。 わからん。こんな急に怖なこと言われてる。有名な方？150。あ、すごいな。ごめん、自分ご存知なかった。 YouTube の中でも希少部位の人じゃない。ほら、いただきましょうか。じゃあハラミ行ってみようか。こんな感じですね。ちょっと皮っぽい気もする。ちょっとすげえプルプルしてるもんな。いただきます。うん？パインさんうめえ。パインさんかい。結構コリコリしてる。なるほど。それこそホルモンと赤身の間みたいな。へー。ファーストコンタクトは結構コリってしたからさ、あれ鶏のハラミってホルモン系なのかなって思ったら、こうしっかり噛んでいったらちゃんと赤身というか。なるほど。親鶏もいただきましょう。すごいジューシー。ジューシーで、かつさっきお兄さんが言ったみたいにちょコリコリの部分もあるよね。ほうほう。このコリコリの部分が、こうたまにこう自分の耳触る時のここをこうなんかこうなんかしてすげえブリンってする時ない？わかる？こう、わかる？わからへん、わからへん。分からん。例えばならもう耳の上のここのコリコリぐらいのコリコリやね。感想それちょっとひねりすぎやろ。いいっすよ。何軒ぐらい店回る？今日は行ける。今日何軒ですか？3軒。俺より行ってる。YouTuber も僕より行ってる。YouTube とか見ます？今でもビールなんて。もともとなんか見てました。これ2チャンネルとかハマって。なるほど。でそっからもう全く制御があって。で、結構ね、トーカキムスとかで聞かせるとか。びっくりするのが、サンドイッチの時があるんでね。その何チューブの撮影。すごい絡んで好きやんか。好きやな。こっちもありやなっていう。ああ、なるほどね。塩とかもかけてって言われて、塩コショウ。はいはいはい。唐揚げって塩コショウかけるやん、割と。かけるな。だからそこに近づくなっていう。なあ。塩コショウかいな。はい。じゃあ2回目注文しました。こちらのヤゲン軟骨皮フリソデで3つ頼みました。フリソデってどこの部位でしたっけ？肩肉です。肩肉の一番手羽元側。これこそまさに皮とかヤゲン軟骨のトークにあるやな。お酒に合いそうな。合いそうやね。ギラギラやな。ちなみになんで絶食するんですか？いやシンプルにもうやっぱ年やからさ、もうお腹みたい。これとこれ最強のタッグ。悟空とベジータがポタラつけたみたいなもん。お腹の中でベジータなってるの。なんでだ。いや普通にもう年やからさ、お腹がめちゃくちゃ出てるんよね。いやーなー。ちっちゃい時になんかこう遊んでたイメージかなんかさ、お腹出てきだしてんとか嫌やわ。皮とヤゲン軟骨は、特に味付けされてないよね。最初これタレ振ってたやんか。ほら、こっちとこれはかかってないよ。だからこれを振ってくれと。なるほど。ちょっと一味、塩コショウでもいいから振ったらすごい合うみたいやで。うわ、くるくる。そうだよ。パルパル。すいません。飯ください。あとニンニクとかってあります？おろしニンニク。ああ、なんでも。おろ、じゃあおろし。おさんって取ろった。不思議だね。人影、ゼニガメみたいな。やめてくれ。ね、おろしは一体どれを選ぶみたいなもんじゃない。全部ちょうだい。55歳から78歳まで全部ちょうだい。焼いてるやん。今横でこう火が上がってる横で。はい、こちらのおろしニンニクを。出てきたな。で、これを混ぜんねん。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、こう混ぜるでしょ。こちらが最強のニンニク焼き鳥丼。すげえ。この食い方はほんまにめっちゃうまいらしいから。
なるほどね。見た目はこんな感じやけど、まあ、これが男飯みたいなもんでもあるやん言うたらさ。いただきます。ニンニクマジ強い。普通ニンニクってだいたいこう溶けていくやんか、ソースにしたらさ。そうやな、肉眼でもわかるもんね、ニンニクが残ってる。残ってるよな。あ、うまいわ。てかタレがそもそもうまい。結構甘だれなよね、ここの焼肉のタレが。甘だれとニンニクのこのハーモニー、それをこう焼き鳥の丼の上にかけるんよ。あ、わんわけないやん。だからその試したことないからわからんで。じゃあ例えばやけどさ、孫悟天が結婚して子供生まれるとするやん。で、男の子やとするやん、うん、その男の子が成長した時の声が野沢雅子。それは確かにある、うん、安易に想像できるっていうこと。そうそうそう、そんな感じの丼です。野沢雅子丼。ごちそうさまでした。というわけで改めましてごちそうさまでした。めちゃくちゃいい雰囲気よね。提灯がまたね、もうなんかいい味出してるわ。いい感じやな。うん、というわけで本当に美味しゅうございました。ありがとうございました。いやー、最初来た時にさ、すごい楽しげななんかこう BGM 流したっていうのもあって、もうなんか余計にこうなんかやっぱ楽しい気分になれるね。ここなしか平和に見えますわ。しかもこの一人焼肉の横の店がさ、レンタル携帯、すぐ持ってる携帯電話やって、電話番号書いてるけど、ここかけんのも電話いるやろ。確かにそうなんよ。え、じゃあ一旦西成こうずっと今いい音楽流してたやんか。ああ逆にちょっともう怖い、もうなんかイメージの曲流してみよう。ああじゃあいきますよ、試しにね。ああはい、というわけで西成にやってきました。かわいいね。こんにちは。あ、すいません。やっぱ BGM ってすごいな。喧嘩みたいに思えたもんな、一瞬。